こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。マウントウィング、前に行きそうです。シャープチケット、それに続いています。さらには西のフラワー、6番サンフォードスマイル、その後ろチェロキーローズ、後方に控えました。それでは先頭から、先手を取ったのはマウントウイング、2番手に16番西のフラワー、内からはリジウッドパール、その外からリードロケット、内からはオペラスポート、オレンジの帽子アカーリッド、その後ろ内からはオートアロマ、並んで11番メテオファイト、内からはファイティングエルフ、その外からサンフォードスマイル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。それでは先頭からシャープチケット、先手を取りました。前はシャープチケット、2番手は西のフラワー、絶好の手応えです。オペラスポート、3番手大外からピンクの帽子西のフラワー、伸びてきた。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭は西のフラワー、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 必死に追う西のフラワー、2番手はサイエダティ、西のフラワー今ゴールイン、段違いの強さです。西のフラワー1着、2着はサイエダティ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い、何が行くでしょうか。ピッコロ、前に行きそうです。オーイントン、それに続いています。さらにはラビニア・フォンタナ、9番ファイブ・シャイン、その後ろ前に戻りましょう。ピッコロ先手を取りました。そして大きく離れてオーイントン、この位置です。好位置をキープしています。フラワーパーク、内からはラビニア・フォンタナ、少し離れてクール・タフネス、続いています。前はピッコロ、2番手はフラワーパーク、絶好の手応えです。オーイントン、3番手フラワーパーク、いい位置。果たして先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ピッコロ先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 ピッコロ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ラビニア・フォンタナ抜けた。オーイントン追いすがります。ラビニア・フォンタナ、ラビニア・フォンタナ1着、2着にはどうやらオーイントン、勝ったのはラビニア・フォンタナ、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はフライングハウス、フライングハウス先頭、2番手はスイートウルフ、残り 100m、 オースミアイズ抜けた。スイートウルフ追いすがります。オースミアイズ、オースミアイズ1着、2着にはどうやらスイートウルフ、見事に勝ちました。オースミアイズ、ミラクル無敵、完敗です。着外に沈みました。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はコーエイビグラス、コーエイビグラス先頭、あと 200m、 コーエイビグラス先頭だ。スターマ先頭、カワチシェル、スターマ追いすがります。カワチシェル、カワチシェル1着、2着にはどうやらスターマ、カワチシェル見事1番人気に応えました。短い直線に入って後続は届くかどうか。最後の追い比べ、先頭はペガサス、残り 100m、 レガシーワールド抜けた。エトワールバージャ迫る。レガシーワールド、レガシーワールド1着、2着にはどうやら新興ラブリー見事に勝ちました。レガシーワールド、新興ラブリー2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。